夏バテだ。今日は夏を乗り越えたいトマスの一日を見ていきましょう。水分を求めて歩いていると、とっても匂う自販機を発見。正体はニンニクたっぷりの餃子の自販機。チとタケ。でも絶賛夏バテ中のオイラにはぴったりじゃん。そうと来たら迷わず野口を2体投入や。ニーハオ。選んだのは焼き餃子とバター餃子。カチコチのチャオズたちを我が家でニンニクッキング。おーあーちゃちゃって言ってもフライパンに餃子とお水をぶち込んで解凍するだけ。これじゃなんか物足りないので臭いのをさらに追加。みんな明日の俺に近づいたら痛い目に遭うぜ。こんちょい。あ、もう限界だ。うん、プーンパワー。ニンニクの食べ過ぎ注意。